建設行ってみようか。これなんか建物を作れるってことかな。よし、フロアのロックを解除しました。端に立てて宇宙ステーションを大きくするのに使います。なるほど、ここの面積を広げることができるということかな。床、うわー、すごっ。あー、鉄板使うんだね。なるほど、いろんな色がある。すごー。ガラスの床を作ってみようかな、ここら辺に。おー、おー、あ、いい、かっこいい、かっこいい、いいねー。これなんかさ、自動でキャッチしてくるやつも確かあったんだよな。あった、オートキャッチ、これ欲しいな。コンテナの位置を意識したいね。ここかな？ここに、ドンと。コンテナの位置は意識したつもりでも、電源の位置はあんま意識しなかった。あ、でもいいか。いけるね。はい。電源はここから、こう！繋がった！あ、もう早速、自動でキャッチしてくれてる。これ何を優先して捕まえるとか、そういうのはなさそうだね。うんうん。まあでもいいよ。自動でやってくれるんだったら、それはそれで、ほんと最高です。最高です。であればあれだね。炭素反応炉か。これ場所移したいな。ここにさ、もう一個作って、このベルトコンベアの途中でね、炭素を自動で入力してエネルギーを生み出したいよな。はい。一個作るでしょ？で、コンベアここにこうする。そして、ドンディブロックで、あ、なんか増えてない？また私の。スプリッターだって。資源を分割します。あー！半分の炭素をまっすぐ、半分の炭素を右へ、みたいな。同じ資源を半分ずつ分けることができたりするってことかな？プッシャーをここに置いて、炭素ですね。はい。炭素はこちらへ送ってください。そうすれば発電してくれるはず。これは？これは銅鉱石か、炭素じゃないね。来た！これ炭素でしょ。炭素を右側に。そう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 。入ってく。光る！いいじゃん。で、こっから電線つなげばいいんでしょ？こっちも手動からオートに変えちゃおっか。よし。いいんじゃない？おお、いいよいいよ。これ楽しいな。面白。で、なんだっけ。そっか。コンテナを作れって言ったんだよね。大型コンテナ。これ何？鉄のロットと、銅板。銅板ってどう作んの？銅板？建設機。建設機。でかっ！でっかいな、建設機。インゴットだよね。インゴットを入れるんだよね。まあ、それは自動化、コンベアで自動化しなくていいかな。うん。とりあえずちょっと離れに作ろう。ドン！はい、繋いだ。これで建設機使えるようになったんだね。はいはい。鉄板、銅板、金板。作れるんだ。とりあえず、銅板、行ってもらいましょう。大型コンテナ。でかい！全然今のところ使い道ない気がするけどね。だってもうコンベアでね、炭素はエネルギーにして、氷は酸素にして、残りは溶鉱炉ぶっ込んでっからね。はい。これは電気いらない系ですよね。とかすごいな、これ。面白。へえ。とりあえずじゃあ試しに鉄鉱石を入れてみようか。入ってたね。うん。入ってきましたね。はいはい。大型コンテナに鉄鉱石。まあ、意味ないよね。あまり意味ないですね、これはね。はい、壊しちゃおう。で、柱を立てましょう。だって。例えばこういうところにこう、ドン。ドン。おお。で、この上に、もしかして、パネルを置くこともできたりするんですかね。できそうですよね。いけるね。おお。いけるじゃん。
マジか、これ。立体的な拠点を作ることができるぞ、これで。ちょっと待って、この太い支柱、やば。材料同じロット1個なのに、めちゃめちゃ高く作れる、これ。うわ、すげえすごいんだけど、これ。やば。今気づいたんですけど、これ、12秒かけて、高額ポイント1、得られるらしいんだけど、どう考えても12秒じゃないんだよね。もっとかかってんの。で、なんでかと思ったら、多分これ電力が足りてない。ね。発電10に対して使用量36だもん。そりゃそうだよ。それはダメだよね。だから結局、こいつが足りないんだな。発電機。こいつをもう一個作るか。ね。炭素反応炉をここに作って、通りで遅いと思ったんだよね。はい。プッシャーで一旦こっちに持ってくる、石炭を持ってくるでしょ？入ってく。で、その先でスプリッターを使って分けるんだな。これゼロにできる。ゼロ。あ、ゼロもできるね。で、50%、50%で分けるんだよ。あ、待って。で、石炭だね。こうすると、石炭が1個、あ、そうだよね。はいはいはい。1個はまっすぐ、1個は右。あー、素晴らしいね。これ面白いぞ。そういうことができるんですね。はい。これで、電線も繋いだと。これで出力2倍になったんじゃない？どうですか？そうだね。まあ、まだ足りないけれども、さっきよりはだいぶマシでしょう。水素。何これ、水素って。水素とハイドロトニックを製造。わかんない。やってみよう。ここら辺に作ってみようか。はい。こうかな？これで水が多分ここにも通るでしょう。で、これで作られてるんですか？水素。ん？あ、炭素がないから作れないのか。炭素。炭素そっち使っちゃってますからね。どうしよう。とりあえず、いいや。まずは手動で、やってみようか。はい。炭素柔らかいから好き。採取しやすい。で、これを、中に入れる。ドン。すると、あ、作ってますよ。水素タンク。何使うの？水素タンクって。これで惑星を発見する準備ができました。成形図を確認し、電気スラスターで移動を開始します。で、電気スラスター。水素タンクを使って電気スラスターを作成。なんかいまいちイメージがわかない。なんかジェットパックみたいに装備するもんじゃないのか、これは。なんだろう、わかんない。とりあえずここに、じゃあ、つけてみようか。なにこれ？スラスター方向。はぁ、わかった。このコロニーごと移動するっつってる。やばっ。ちょっと待って、マップ見ようか、マップ。おー、すげえ！マップだ！ You! Me? Me ですね。ん？こんな形ではないけどもね。まあいいや。どこに行こうか。なんか上の方にあった、これ行きたいんだけど、ここ。これこれこれ。ザ・クーレイドって名前だ。氷結。あ、氷の土地だ。惑星だ。あ、リソース書いてあるよ。炭素、鉄、銅、金、アルミニウム、チタン、ウランってあるけども。すごっ。こっち向きだね。アップ方向にやってあげると、これ上に向かってってる。おー、すごいすごい。隕石が全部、下の方に来るね。上に向かってるんだ、これ。あそこに行きたいんすよ。これ、スラスター、電気が不足して効率が低いから、使ってない施設とか、例えば再処理設備とかね、こういうの止めちゃおっか、一回。そうすれば電気使わないもんね。うん。そうしましょう。スラスターもう一個つけよう。はい。これで速度アップ。よし！着いた！こっからだったら多分、いけるでしょ。いけるね！オッケー！来ました！おお！
惑星到着。すごい、なんか植物っぽいのあるけど。やば、すげえ。うおー、あ、掘れる掘れる掘れる。石英掘った。あ、地面普通に掘れるんだけど。え、あ、埋めることもできる。あ、やば、マジで。あ、土がない。なるほど、これで土をゲットしてるんだ。あー、すげえ。あ、で、ここであれだ、スキャンしようよ。スキャン。おー、すげえ。炭素、炭素たくさんあるね。ここに炭素があるって。ここが炭素、これだ。おお、すげえ。炭素鉱石いっぱい手に入る。やば。で、これさ、採掘テクノロジーもあるんだよ。ほら。アンロックする。で、これでマイナーを作れる。マイナーって多分自動掘削機なんじゃないですか？採掘機。鉄のロッドを使うのか。ちょっと一回戻るか、じゃあ。すげえ。やべえな、このゲーム。超楽しいんだけど。はい。戻ってきた。ここで採掘機。お、あ、あれ。あ、つか、そっか。電源いるのか、採掘機って。え、待って。ここ、作れないな。あー、そっかそっか。こういうとこじゃなきゃ作れないんだ。採掘機って資源の上じゃなきゃダメなんじゃないの、これ。埋めて、ここの真上に建てればいいのかな。ドーンって作った。作ったよ。ん？で、待って。最高ドローンを生産する？あ、これで掘るわけじゃないのか。これはドローンを作るんだ。はい。電線で繋いであげればいいかな？よっ。うん。で、これで、炭鉱機が、なんだろう。例えばこれ、炭素堆積物を選ぶと、最高ドローンは？ん？ドローンは？どうやって作るんだ？ギャラクシーマイニング、かっこいい。はいいんだけど。ドローン作るのもしかしてこれ必要？ロボット工学。ロボット組み立て機必要な気がするな。そんな気がすごくする。違うかな？はい。で、作ってみた。あれ違うわ。輸送ボットだって。なんか違う。違うんだけど。これじゃないんだけど。これはこれで気になるけど。輸送ボット、一体作ってみた。作ってみたよ。どこにいんの？あ、これか！おう！おう！輸送ボット。これ、どうすんだろう、これ。あ、輸送ボットのリクエストだって。お、ここでもしかして設定するのか。要求されたリソースを追加する。例えば、じゃあ、鉄、こう、おお、なんか動いた動いた。待って。え？どこ行った？ああ、いた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 。鉄鉱石を追加してんのか、これもしかして。え？使い方がわからない。わかんない。どういう使い方なんだろう、これ。なんか、使えばすげえ便利に使えそうな雰囲気はあるんだけども、使い方がわからん。つうか、ドローンよ、ドローン。ドローンを作りたいんだけど、俺。あったー、これだ、炭鉱機。やっぱ、ロボット組み立て機で作るんだね。オッケー。一個お願いします。やった、おー出てきた出てきた。え、これどうすればいいの、これ。採掘ドローン、向こう行ってほしいんだけど。あそこに、あ、待って。採掘機で作業する炭鉱ドローンの数は自分で決めることができます。向こうで指定すればいいのかな。ここでドローンの数ニーズ1。ん？どうすればいいんだろう、これ。
これが必要かな。スペースコロニー、惑星同士をつなぐシステムです。あの惑星に行くために必要なんじゃないでしょうか。宇宙飛行士が到着するために必要なシステム。宇宙飛行士なんてのもいいの？これ一回、研究して、ドッキングステーション。これを、うわ、でかっ！すげえな！これなんだこれ？え？え？これどこに作るのこれ。ドッキングステーションって。あ、端っこなんだ。ここに、じゃあ、待って、どっち側？向こう側か？こっちの方にか？こんな感じか？作ったよ？作ったよ？ドッキングされてない。ドック。あ、反対側のドックがありません。あ、向こうにも作んなきゃいけないってこと？こんな感じにしてあげたらどうでしょうか？はい！さあ、作ったよ、ドッキングステーション。これで、ドッキングできる？ドック！接続先が遠すぎる。あ、そう。遠すぎる。もうちょっと近づかなきゃいけない？了解。じゃあ、スラスターで微調整だな。これ、なかなか難しいんだよね、スラスター。はい。で、一回ちょっと。今度は、上。上方面。そう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 、いいよいいよいいよ。いい感じじゃん。ね。で、ちょっとパワーを弱めまーす。はい、ぼちぼちいい感じではないでしょうか。これじゃまだダメ？ちょっとこれで一回。さあどうだ？いけるかな？ドッキング。せーの、ドン！はぁー！すげえ！おぉすごいね。え？何このゲーム？マジ面白いんだけど。すげえ！ドッキングしまーす。おぉ。おぉ。おぉ。あ、ドローンが動き出した！やったすげえ！ドローンが。おぉ、すげえ！え？早速やってくれます？採掘してくれる？炭素指定してるからね。炭素を掘ってくれるか？おう、おう、おう、おう。おう。おう。これ炭素？あ、鉄だね。俺鉄にしたっけ俺。鉄を指定したんでしたっけ？あ、鉄だね。鉄を今掘ってるんだ。すげえ。ドローン、かわいいじゃないか、お前。いやー、ちょっと、これはやばいね。このゲーム。楽しいわ。すごい。ロマンの塊じゃん、こんなん。すごい。はい。いや、でもちょっとごめん。でも、キリがない。もう今ね、4時間ぶっ続けてやってっから。うん。そろそろ、終わりにしようか。ちょっとこれね、デモ版だから、いつまでできるかわかんないですけど、機会があったらまたやりたいですね。とても面白い。そして製品版が出たらこれはやるでしょう。はい。ということで、アストロコロニーですね。デモ版やってきました。最終的にこんな感じの、コロニーがね、出来上がりました。小惑星とね、ドッキングして、あと何？宇宙飛行士を呼ぶことができるとかあるからね。それもめちゃめちゃ気になるけどね。もう今日はちょっとごめん。本当に俺体力尽きたわ。これは。はい。ということでね。また機会があったらやってみたいと思います。よければチャンネル登録お願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ！